ケプラー16ビットは、構成同士の連星ケプラー16の重心を中心に交点する太陽系外惑星である。初めて発見された構成同士の連星を交点する惑星である。ケプラー16ビットは、K 型主系列星であるケプラー 16A と M 型主系列星であるケプラー16バイトの連星の重心を中心として、 公転する修練性惑星である。修練性惑星の最初の例は、中性子星の PSRB1620 から26と白色癌星の WDB1620 から2の連星系を中心として公転する太陽系外惑星 PSRB1620 から 26B が1993年に発見されているが、 構成同士の連星を中心として公転する、明確な例は、ケプラー16ビットが最初である。ケプラー16ビットは、ケプラー 16K の重心から約1億500万キロメートル。離れたところを、約229日周期で公転しており、2012年、頃は、ケプラー 16A の手前を7.2時間、ケプラー16バイトを6.0時間かけて通過する。 修練性惑星が、恒星の手前を横切る様子が観測されたのも初で、ある。ケプラー16の恒星同士も互いの手前を通過する、アルゴル型色変更星であり、もともと色変更星として観測されていた。ケプラー16ビットは、ケプラー16の恒星同士が色を起こしていない、時にも、さらに二度高度が変化する現象の説明として、第三の天体の色による、 高度変化として観測された。ケプラー 16K の模式図。ケプラー 16A と B が互いの重心を回っており、その周囲をケプラー16ビットが交点している。ケプラー16ビットは連星系の惑星生成の限界であると考えられていた半径の内側を交点している点でも珍しい。 マサチューセッツ工科大学のサラシーガーによると、接近した連星の惑星の軌道が安定するには、連星同士の軌道長半径の少なくとも7倍の距離が必要という。しかし、ケプラー16ビットの軌道長半径は、ケプラー 16A とケプラー16バイトの軌道長半径の3.41倍しか離れていない。なお、この値は見つかっている。 修練性惑星の中で最小の値である。ケプラー16ビットが、ケプラー 16A とケプラー16バイトの両方を通過するのは2014年までであり、2014年以降は A と B のどちらか片方しか通過しなくなる。そして2018年から2042年までは、どちらの構成の手前も通過しなくなり、トランジット放電は検出されなくなる。 ケプラー16ビットは質量が木星の0.333倍、半径が0.7538倍と推定されている。およそ土星サイズの天体であるが、ほとんどがガスで構成されている土星や木星とは異なり、半分がガス、半分が岩石で構成されていると考えられている。ケプラー16の高度変化と連星系の軌道を厳密に測定することによって、 ケプラー 16K の構成と惑星の半径と質量は極めて高い精度で測定することが可能である。発見チームのリーダーであるセッティ協会のローランス・ドイルは私はこの太陽系外惑星の測定は最高のものであると考えています。と話す。例えば惑星の半径は0.3%以下の精度で求まっているがこれは2012年4月現在。 どの惑星よりも厳密な精度である。ケプラー16ビットの表面温度は低、摂氏100度から低摂氏70度であると推定されている。ケプラー16のハビタブルゾーンは明るい恒星であるケプラー 16A の高度から5500万 km から1億600万 km であると推定されており、ケプラー16ビットの軌道長半径の値1億500万 km は ハビタブルゾーンの外側の円に相当する。ケプラー16ビットはガス惑星なので地球で考えられるような生命は存在しにくいと考えられるが仮に地球サイズの衛星が存在すれば十分な大気を持つことによって生命が発生することが可能であるという。テキサス大学アーリントン校のビリーク・クホールズらのコンピューターシミュレーションの結果では ケプラー16の誕生後、ケプラー 16A のハビタブルゾーンに存在した地球型惑星が多天体の重力の影響で軌道から外側に放り出され移動の途中でケプラー16ビットに捕獲され衛星になり得るという衛星が地球質量の5分の1より重ければ衛星の光点によるケプラー16ビットの軌道の微妙なふらつきを検出できるという 連星系において生命の可能性を議論できることは重要である。なぜならば宇宙には単独母子は少なくかなりの構成が20以上の連星であるからである。かつては連星系において惑星は安定して存在することがなく従って生命が存在する可能性も低いと考えられてきたがケプラー16ビットの発見は 科学者が何十年も発見することのできなかった、連星系の惑星に、生命の可能性を示唆する重要な、マイルストーンである。ケプラー16ビットの表面からケプラー16を見れば、地球と違い、太陽が2つあることになる。これは、映画、スター・ウォーズシリーズに登場する架空の惑星、タトゥインに似ている。惑星が発見された時の報道発表も、例えとして、 タトゥーインの名称を用いており、発見したセティ協会は非公式にタトゥーインという名称を用いている。この研究成果に対して、スターウォーズシリーズの制作会社、ルーカスフィルムの VFX スーパーバイザー、ジョン・ノールは、科学的発見は時として想像を超えるものです。こうした発見が、これから様々な作品にインスピレーションを与え、 想像以上の世界に思いをいたす可能性を広げてくれます。と賞賛を述べている。ただし、タトゥーインが地球よりやや小さい、明確な表面を持った高梁とした砂漠の岩石惑星であるという設定に対し、ケプラー16ビットは冷たい土星サイズのガス惑星であるため、映画のように農民が農業をしている可能性はない。ただし、 先術した地球サイズの衛星が存在すれば、居住可能性は出てくる。また、映画とは異なり、太陽の位置関係は時間によって変化する。ケプラー16ビットは、ケプラー宇宙望遠鏡が観測した15万以上もの、恒星のトランジットのデータから発見された。ケプラー宇宙望遠鏡は、ハビタブルゾーンに存在する惑星、もしくは地球サイズの惑星を見つけることのできる。 NASA における最初のミッションである。この惑星の名前は、ケプラー宇宙望遠鏡が発見した惑星系のうち16番目に登録されたことに、ちなむが、単に、ケプラー16ビットとすると、ケプラー16系の構成、ケプラー16バイトとの区別が曖昧になることがある。また、連星の片方のみを公転する太陽系外惑星は、多数あるが、 これらは特に構成の A や B に従って名称をつけることがあまりないため、この惑星が連星系を中心として公転していることがわかりにくい。そのため、通常は、ケプラー16ビットとし、ケプラー16バイトとの曖昧さが存在しない場合は、ケプラー16ビットと記す場合が多い。ありがとうございます。